どうも、続きあると申します。今回は外装部品の厳選方法についてご紹介したいと思います。今回の厳選方法はハードモード、通りクリア前提の条件となってますので、そちらだけご注意ください。やり方なんですが、まずマップのハードを選んでいただきます。ハードを選んでいただきますと、下に難易度の報酬というのがあるので、こちらを選択。選んでいただくと、どのマップでどのアイテムが落ちるかの画面になります。基本的にはすべてリアクターがメインで落ちる表示になってるんですが、一部のマップだと、例えば伐採所は処理装置、ムーングレイブはセンター、このように落ちるものが変わってます。選択していただくと、マップが光るので、選んでいただいたマップのミッションは、この落ちる、優先的に落ちるものが落ちるようになっております。個人的におすすめなミッションも紹介します。まず、ムーングレイブ、白夜峡谷ですね。の場合は、こちらの、残された通信装置。はい、着きました。このミッションは予想プレイ時間が5分未満とありますが、まあ、敵を倒したらクリアのミッションなので、比較的簡単に、ハードモードでもソロでクリアできるミッションになってます。他のミッションは結構時間がかかるミッションが多いので、こちらは防衛ミッションだったり、こちらもハッキングするんで確実に時間がかかるものになってるので、一番これが早いと思います。現在外装部品は余分なものは持っていない状態。余分なものは3つだけ持ってますね。手持ちは3つだけの状態になってます。一度ミッションをクリアしてみます。このミッション人気なので、結構野良の人も入ってきたりしますね。なんで、普通にありがたいです。このピカーンって音が鳴るのが、まあ、他のマップだと大体リアクターだと思うんですが、今回の場合はこのように、外装部品が落ちる、優先的に落ちる外装部品が選択されている形になっております。ここまで倒すとボスが出るので、これでボスを倒して終了になります。まあ、余裕があったら周りのちょっと強めの敵倒すと落としたりするんで、そっちを倒しながらでもいいと思います。でもただこういう風に死んじゃったりするんで、そのままボス倒してもいいと思います。はい、終わりました。まあ毎回、まあ多少の前後はあると思うんですが、一回の周回で、まあこのように。まあ今回5個ですかね。1、2、3、4、5ですね。5個落ちました。お次は伐採場ですね。処理装置がメインで落ちるところになります。こちらのおすすめは、動力施設ですね。動力施設を無効化する任務になっております。結構この真ん中の任務、まあ、今回たまたまかもしれないんですけど、こちらの古代巨木ですね、をやってたりする人がいるんで、まあ、正直他の人がやってるミッションがあったら、そっちに混ざっちゃってもいいと思います。ある程度装備が整ってる方だったら、まあどれでも、一応一通りソロで試したんですけど、まあどれでも一応クリアはいけるとは思います。落ちましたね。こんな感じで、こ
こっちの任務は、処理装置。四角い円盤みたいなやつですね。がメインで落ちます。結構見てると雑魚敵からも落ちるんで、ボイドのかけらミッションでもいいかなと思うんですが、意外とボイドのかけらミッションだと一個も落ちなかったんですよね。なんで普通にミッションやった方が、ドロップ率は高いなとは思います。はい、終わりましたね。よいしょ。今回はミッションが長いので少し多めに落ちました。大体こんな感じです。じゃあ落ちやすくなってるのは処理装置なんでここですね。1,2,3,4,5,6 この6個ですね。一周で今回は6個落ちました。こっちはたまたま落ちた感じですね。あ、以上になります。いや、これでね、厳選がだいぶはかどると思うのでね、ぜひぜひ。難易度報酬に関しては、まあ、ここに書いてある通り、報酬変更まで残り時間、まあ、6日と10日と、まあ、週替わりで変わるみたいなので、まあ、早めに気づいて、早めに厳選しないと、週に2つだけ、この処理装置とセンサーみたいな感じで、外装部品の厳選をしたい方はなるべく早めにした方がいいと思います。参考になりましたら、ぜひ応援のチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。年内チャンネル登録1000人目指してますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。